Good morning, folks. This is Kanji Nakano, Yokohama City, Japan, August 23rd, 2021, Monday morning, 5.12 a.m., hot, humid morning. h o w are you today? I'm fine, thank you. あの、今日またあの、ちょっと思うことがあって、あの、前から思ってたことをちょっとお伝えし,したいと思います。あのー、ブルーギル。ね、ブルーギルについてちょっと、前から思っていること。あの、前のね、 天皇陛下が皇太子時代アメリカ行ってねごちそうになってこんなうめいものを、ね、国民に貸してやりてえとで持ってきてくださってなんかいつの間にかねあの外来,外来魚ということで嫌われてますが私あの,私あの 15, 分ぐらい15分ぐらいで終わりしようなここへとけ置いとかないと。 えすぐ6時間になっちゃうあの普通の人間はね6時間喋れないよ <laughs> 俺6時間喋るとねなんかちょっと喋ったような気がしたなって感じえ5分10分はね喋ったうちに入んないからね、うん、まあおしゃべりのやつは信用できないからね,ああねあの昔あのねテレビの CM でさあの三船敏郎さんがね 画面にオアツアップねカワアップで、ね、男は黙って札幌ビールブルーギルねあので私あ要はね駅前にねあの池をため池を作るわけ、ね、でそこにブルーギルを放すわけねいでそこを釣り堀にしてあの 持ち出し禁止キャッチリリース文句ないでしょキャッチリリースだからであのー、私はね一日のほとんどを、まあ、ベッドの上で過ごしてますであのー、昼ちょっと前になると妹のとこお母ちゃんのアパート行ってでお昼ご飯と夕ご飯やってまたこっち帰ってきますで 妹がパートの時はそのまんま夜お母ちゃんのところで寝てで朝もやって昼もやって夜もやってってそう,そういう時もあるんですどの道あのお母ちゃんのご飯作る時以外は <laughs>、ね、ここなら自分のベッドで,でお母ちゃんのところならお母ちゃんの電動ベッドと横丁のベッドで一日ほいで YouTube ばっかり見てんですよ。で 私あの二つね日本国内用と外国用と二つサイトを作っといてであの日本人のある方は複数名のねあのライブなんか参加するときにはそちらで普段だんはあの別口の方でねとにかく私はこれ YouTube に自分の言葉を残してさよならってそれだけだからね。そうそう昨日はね自分の その海外向けの方にさ。あの、まだ設定しないでアップしたらさ cm が載ったの。あの去年の11月のね。その社内の。何ていうの？法改正の社内企画法改正中のほいで、この6月からなったんだそうです。俺知らなかったけどね。だから、あの私も海外のサイトで見るサイトはね。cm がね一番最後に入ってる方ばっかり見る。 良心的でしょ自分の言いたいことを邪魔されずにずっと流してで一息を収益化してるから CM は最後に入れてますっていう方ばっか見るわけ。でその途中で CM が入った時点でプチッて切っちゃうからさ「ね、あっこいつ金儲け銭儲けの方が熱心なんだね」とその時点でもう薄っぺらいに見えちゃうわけ。ねあ まあ、所詮は銭儲けでやってるわけじゃん刺激化してるしないにかかわらず、金をこせよっていうね。CM をさ、嫌顔でも流れちゃうからね。でも、ほら、昔あのー、今から40年ぐらいあの、ビデオテープでもう一度がさ、あの、テープがさ、あの、30分45分、 あ60分120分だっけで物理的にさあの薄っぺらいものぐるぐる巻いたテープがこんなんなるとさ、うん、いろんなヒスとかあのこうよれとかがさ本当とどうしてもさあのテレビ番組って例えば洋画劇場がさ2時間なら入るけど2時間半ぐらいの時はさビデオテープ入んなかったじゃん。 そ,んそうするとあのビデオデッキにさ CM スキップ機能っていうのがあったでしょあの今の若い方は知らないと思うけどさあの録画すると CM だけすっ飛ばしてさ邪魔されずにちょっとブツブツと切れるあのちょっとその CM におまけがちょっとずつついてさ少し切れちゃうけどさ見れんじゃんあれ YouTube にはないじゃんでなんかもさこうの どうしても見たくても CM が入るとさ、その、5秒、五秒でプチッとこう、切っちゃうでしょね。だからあの、で、YouTube 社はさ、お金払えば、あの、CM なしで見せてやるよっていうのもあるんでしょ俺の基本はさ、CM 入ってる人見ないから。で、CM 入れてる人も、最後に CM 入れてる人はね、あの、ばっかり見える。 頭でいきなり CM 入れるとその時点でプチだからさうんこのことはね何があっても言いたいよっていう時にさ頭や途中に CM 入れられたら頭くんじゃんその言いたい人はさねだけどお金儲けましょうと思ってん時はさいっぱい入れないとさ儲かんないじゃん 最後に CM 入れたってさそこスキップされちゃえばさ見終わる前にポッとやられちゃったら収益できないじゃんそれでも最後に CM 入れてる人っていうのはまあ良心的じゃんえだからそういう人ばっか見てる、まあ、日本のサイトにそういうそういう方はいないあの銭儲けでやってない人は少ないからねうんで海外のサイトもみんな銭儲けなんだけどあの ま、最後だね、最後に、うん、それでさ、あの、なんちゅうの、小金稼ぎに一生懸命になるにはさ、あの、なんちゅうの、こう、登録者が1000人になってさ、あの、月に4000、4, 時間だっけなんかあんでしょ ?3 ヶ月にだっけそうするとさ、目の色変えて放送しなきゃなんないじゃん、いっぱい。あるいはライブやってさ、 置いた時にさなんかご苦労さんって感じがあるわけ見る前から <laughs> ねっ詮ょは銭もけでやってんじゃんっていうさ銭員儲け悪,悪いって言ってないよねあのー、でも最後に CM 入れるやてしてる方から見るからかそういうの見え終わってまだ時間がある時は ね、頭に入れて、まあ、5分後に入れて10分後に入れていこう入れる人もさあまあいないね <laughs> これで、で海外ばっかり見てるわけ言いたいこと言って「さよなら」だからこの言葉を残して「さよなら」だからね家族にこれだけだから、はい、こんなことやらないから金儲けようっていう人はで花からね何本やってんの10分ぐらいやったのかね 大丈夫かなで話戻すとさそのね駅前の一等地にさあの電飾ギラギラやらないでねそこ堀にしちゃってさそこブルーギルねでつらすわけ。でねあの海外のそのベトナムとかねタイとかねラオスとかカンボジアとかさインドとか面白いわけやすごく。 ね、そんで登録者が何百万人だからインドなんか人口が13億5,000万ぐらいいるわけでしょ、ね、これポッキリ正確な数字だと思うよインドはねあれだからそのお客さんがさ13億5,000万人もいるわけじゃん国民がねであの辺は隣接してんからさ言葉が違ってもなんとなく 似たようなあのタイラオスカンボジアミャンマーだっけブータンネパール。ね、あの辺の辺マーケットってすごいと思うよあ皆さんは知らないと思うけどな俺その何べんも言ってんけど2015年にね寝たきりやってん時妹がさ助けに来てくれてほいで10月にさ1月から寝てたんだよね。で、8月、そのの14年の 12月28日オーケストラに移ろね行ってもうその14年だってさまあ片道30分だからさ行って帰ってごあいの30分したって1時間半なわけよ。それれが3時間半かかけてても帰ってこれなかっなたもんね最後はで背負ってこれんのもさ23キロぐらい両肩にしょって両手に持ってさそれが。 あの両肩と片手になりさ両肩だけになりさ片,片っぽの肩だけ、まあ、両肩になってもその量がどんどん減ってさほらやっぱあの牛乳とかさ重たいもんが多いじゃんだからそのあのマーケットの広さってすごいよ。ね。 あの去年だかさある方にもさサイトにも言ったけど地べたにさ穴が開いてるわけ原っぱにね丸くで水が溜まってんその時点でおかしいなと思うじゃんねそこへペプシコーラとかねコカ・コーラシャカシャカちゃんとそっからナマズがいっぱい出てくん。 魚入れちちゃっってさこっちから押し出すわけよ <laughs> そこ映んないからねそういうのをさもう何百万一回アップするともう何百万って見るわけよ100万200万300万っていうのをぼっと見るわけよそんだけ見てくれるとさ見始める時に入れて見始めて3分にまた入れて5分に入れてなんていうとさそういうサイトいっぱいあるからよそいっちゃうわけよ最後まで見せてから CM 入れてるわけ それでも金は朝朝入るから。一日のほとんどはさベッドの上でさお母ちゃんのご飯を作る時以外は海外のサイトばっかり。でさで話戻すとそのブルーギルねブルーギルってバカでも釣れるんだよ、ね。日本で釣れんのはさこの3センチとか4センチとかね まあ、せいぜい大きくて20センチぐらいでしょ向こう30センチだから。パンフィッシュってフライパン、フライパンのパンだから。フライパンにちょうど入る大きさだから30センチ、ね。で、それがさ、こういうね、あの、生酢や土壌みたいな魚は30センチじゃないから。鯛の形してんから。厚みも厚くてさ。で、小学生、幼稚園でもいポトンと落とすとパクだから。どうやったら釣れるかなじゃないのやれば釣れるんだから。 このやれば釣れるっていうのはさ釣り堀経営者にはさもってこいだよ頑丈だからさ、ね、例えばさニジマスをさあのキャッチアンドリリースっ,ってギュッて握った時点でもうここ白カビが生えちゃうじゃん。だからその ね、あのー、例えばその何いろんな川なんかにさどんどん、ね、放流してさ話したい理由は一つだよ。金が儲かるから。ブラックバスにしてもさ60センチぐらいのブラックバスがさ釣れるとさそこ行くじゃんみんな。で釣った後さやだなって。 キャッチンドリリースもう今できないからねみんなそこカットしなきゃなんないじゃんあの魚どうしたのってそれは難だからやったらいいと思うよあんたさあのー、私も黒鯛はねぶっこみずるし,し,しかやったことないけどさ1キロ超えるのはね釣ってたことない。でもね 4 0ンチぐらいの魚を釣るとね鯛の形して4 0で厚みがこぐらんとさ面白いよ釣ってそれがブルーギルだから、ね、日本のため釣れるのはさ3チ四4ンチ,4センチせいぜい1 5チ二2 0ンチでしょ都会のあの俺が行くさオーケストラの、ね、メオレンジのオーケストラに行く途中に途中っていうか手前にさ 直近にね、直近直近直近なね、あの <laughs> おあ、聞く内径があってさ、で聞いたらさ、二十センチのブルーギルを一回釣ったことあるっていう人の話をまた聞したことある。でもね、こう釣っててさ、かかんのはね、こんなもん、二センチ三センチ。あの小学生がさ、中学一年生ぐらいかな、自転車でシュウって来てさ、あのリール座を出してさ。 リール座は禁止なんだけどこれでああのこのヘチへさヘチねそこ住む水際なんだけどさ来てリールーにさソーセージ用のちっちゃいのとこをちょこっとつけて足元縁へポトンと落としたの。でクっとかかってさその子がつったのはね1 2三センチあったねうん。だからあのー。 ブルギルギ専門に釣ればねきくないけども1 2三センチのはいっぱいいると思うんだよねただ釣ってんのは見たことな釣れるのはねみんな3センチ止まりばっかりうん外来魚外来魚,外来魚っつってさ ね、前の天皇陛下が皇太子の時にさ、国民に食わしてやりたいよ、こんなうまいもの。だって、タイの形してんだから。タイの形して、肉厚がこんなにあってさ、美味しいんだから。美味しいんだから。ね。あブルーギルはね、あの、外来種だろうが何だろうじゃああなた外来種のさ、バナナ食わない 外来種のパイナップル食わないいろんなもんあるでしょチョコレートはあれ外来種だからね。日本で作っても外来種だから。日本にもとらなかったもんだから。チョコレート。ポテトチップ。あみんな外来種だから。販売禁止になっちゃうでしょえ、ね。だからそんな駅前に釣り堀作ってさ。 あのー、ブルーギルねどんどんでかくなるんだからでそのね海外の釣り見てて例えばあのアメリカの釣りなんか見てるとさまあ若か釣れるわけようじゃうやいるわけ、ね、でアメリカの釣り国民がさ4億人ぐらいいるんでしょ で釣り人がまあその10分の1 4千万人ぐらいいるとするんじゃん。だからアメリカ広いからさ。ね。川も広いから。湖もでっかいからさ。画面映してさ、その人しか釣ってないから。まあ、たまたまそういう番組ばっかり見てんっていうのもあるけどさ。で俺がさ、その中学になった時はね、1千万人の釣りって言ったんだよね。 うん、釣り人口がね、1000万人。だから、まあ1億人、その,その当時1億人もいたでしょあ今から60年ぐらい前。55年ぐらい前か。1000万人ね。今釣り人何人ぐらいいるのあんまりいないと思うよ。だって近所にあった釣り具屋さん2軒潰れたもんね。30年ぐらい前に。40年ぐらい前か。 すよ外来種のバナナあなた食わないよね。外来種のパイナップルも食べないよね。外来種のチョコレートも食べないよね。外来種のビールも飲まないよね。外来種のウイスキーも飲まないよね。外来種のラム肉も食わないよね。だから外来種の牛肉も食べないよね。外来種の豚肉も食べないよね。 ね、スーパーでいっぱい売ってんね外来種の牛、あのー、養殖してんでしょ一生懸命ブルーギル養殖しちゃいけないのいけなくないと思うよいけなくないとただそれをあのー、ね日本の水系って狭くちっちゃいじゃんまあ北海道なんか大きいんだろうけどさちっちゃいじゃん そこへブルーギルー話しちゃうとさ、ブラックバスの卵みんな食っちゃうじゃん。ブラックバスいなくなっちゃうじゃん。ほんとブラックバス屋さんこの困っちゃうからさ。ギターを売,り売りたいって言ったらさ、ギターをかっこよく弾いてる人が世の中いっぱいいないと困るじゃん。世の中に誰もギター弾いてないしさ、世の中にギターも売ってなかったらギター弾きようがないじゃん。バナナ売ってるよ外来種。パナップルも売ってる。 ウイスキーも売ってる。バーボンも売ってる。ビールも売ってるよ。うん。ブルーギルあれ。あの、ブラックマスはさ、こういう魚じゃん。で、尻尾がちんまりでさ、なんか、<laughs> なんか、ドビング泳いでるような魚でしょね。だけど、ブルーギル、あブルーギルはタイの形してんから。 あんた30センチで厚みがさ8センチぐらいあってみな。ね。で池の鯉いだから。ね。であの広いさ、うーん、手にリバーにしろどこにしろさ、ポトッと落とすとすぐパクだから。ね。そんで1キロぐらいの釣れちゃうんだから。幼稚園がやって。落とせば釣れちゃうんだから。あ、やったらいいと思うよ。 日本のさ、外来、あのー、天然元からいた種類がさ、なくなっちゃうっていうのはそりゃ困るよ。ね。だけど、限られた場所でやったらどうで、あのー、キャッチリリースってお上品なんでしょね。だブルーギルに限ってさ、特例ってあるじゃん。外国からお見えになってもさ、あの、国民年金もらえますとかさ、あの、あるでしょ特例がいっぱい。 外来でしょ外来人でしょビール飲んでますでしょみなさんウイスキースコッチウイスキーアメリカンバーバンバーバン、セゼルゴン、アヤダーンバーン、ね、もう三十分やったねどう思われます難しい問題があると思いますけれど 家族でね今ほらあのー、この30年間さ無職の人が大学出て無職の人が10万人っいうのが30年ずっと続いたでしょで今はもう駅前の商店みんな潰されちゃったでしょでみんなそんな状態だとさあの。 バブルになるちょっと前はさ、国民の平均年収って500万ぐらいあったと思うよ。今国民の平均年収ってさ、50万円から100万円じゃない、の人が多いんじゃないなんか年金暮らしだからね。うん。5000万じゃないよ。<laughs> 年,年収5000万じゃない。500万でもないよ。<laughs> そうした時さ、 俺ん家はあの俺なんかさそのモータリゼーションの時なんかさこれも何回も言ったんだけどあの休みの日あんじゃん、ね、休みの日はさあの工場が止まってんだろうけどさもう空からさ重金属の微粒子がさキュラッキュラッ、ね、体温が向こうがになって俺ん家はこっちがあってさどういう設定だか分かっちゃったよねあここんちだなってなるもんね。 で、すごいんだからあんた、その、今から60年、ん違うね。1960、1970年ぐらい。だ、今から、50年前か。51年前。ね朝、日曜日なんか、起きんしようね。で、みんなこの、自動車でお出かけするわけよ、モータリゼーションだからね。1970年ぐらいって言ったらもう、暴走族がバリバリの時だからさ。

とにかくね、空からね、キャッ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 。それ吸ってんだよ。だもなんか小学校の時にね、光化学スモッグっていうのは流行ったよ。1960年代。の終わり。うん。光化学スモッグ。目がチカチカした。だって、重金属がキャラッキャラッキャラッキャラ降るんだからさ、目チカチカするよ、あんた。 すごいんだから。今なんかこうやって聞いてたってさ、あのー、今撮ったでしょ次来ない何が言っていか。今車持ってる人いねえよ。ほとんど。朝とね、夕方の通勤時間。あの時だけちょっと渋滞する。ちょっと止まっちゃうちょっと出てって。それもね、ほんの30分か1時間ぐらい。あとね、 これだけ日当たりのいい地べた開けといてももったいないねって感じ。<laughs> うん。今車持ってる人いないから。ね。車に興味ないんじゃなくて買えないから。あの交通事故の死者が減ってるでしょ。あの最大の原因は運転してる人が少ないから。そのモータリゼーションですね、朝起きてさ、空からね、 重金属の粉がキラキラキラキ,ラ,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 キラ落ちるんだから泥っ端に住んでるとねほんでもうひっきりなしに飛んだからわっさわさモコモコっちのガー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 知らないでしょ今70歳の方であのー、ね大都市で泥っ端に住んでる人はねみんなその経験あるだってあのー、小学校って大概はさ俺の行ったのは丘の上 ね、道路と関係ないとこ丘の上だからさそれでもさキラッキラッキラッキラン降ってくるんだから道路の周りだけ降るんじゃないんだから街全体に降るんだからローカルなね横浜市の、うん、かなりローカルなとこだよ、うんね、そのデモータリゼーションの時はさ 2万7千人コー人毎年死んでたんだから2万7千人それからさあのあのー、俺がその1999年1月から初めからさインターネット始めた時ね自,た自殺者毎年3万人だったよずーっと最近なんか随分減ったんだってうんと6年前にインターネットさまたできるようになってさ 10年ぶりに。その時なんか、交通事故死者数は、6000人とか、今3000人とか4000人でしょね、何名も言うけどさ、運転してる人が少ないとさ、車に跳ねられる人少ないよ。今こうやって車が途切れんでしょ途切れないんだから。すごいんだから。キラッキラッ、ギンギン,ンキラッ。 あんた信じられないでしょたかだか60年前の話だよ。あ、55年前の話。キャッ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 空から重金属の粉がキャッ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 。これ吸って生きたら長生きできねえなと思ったよ。どんなバカでも思うと思うよ。今みんな車を持ってないから、持ちたくても持てないから、年収50万とか100万じゃ。 いやそんなの一部です一部じゃないそうなった時さ何べも言うけど道路ー端にさ住んでて子供の頃とね今と全然違うから交通量が途切れなくわさわさ通ってねこの地方のねそのまた外れの方でさわさわさ通ってたんだからそりゃいっぱい死ぬよ 今運転している人、車持ってる人いないんだから。引かれる人も少ないよ。ほんと少ない。道路パターン住んでるば分かる。テレビに見なくても分かるよ。道路に立てばいいんだから。でも今ね、空からね、キラッキラッキラッって降ってこないよ。 だって、数えられるもん、あ、今1台通りました。あ、今10台ぐらい通りました。これだけだから。数えられないから。数える意味ないからね。途切れるとこはないんだから。キラッキラッて。ほんの60年前の話だよ、あんた。6、55年ぐらい前。何が言いたいか。みんな家族でさ、お出かけしたくても車ないわけ。電車に乗るとお金かかるんじゃん 駅前にさおっきな水たまりがあってそこで日がない一日ねキャッチアンドリリースで傷まないから虹マスこうやって握ったらもうカビ生えちゃうから白髪生えちゃうからねラれ一回四日生きてますよ生えちゃうから1週間もすればかり白いカビがでニマス横浜のこの辺で35度の気温でさ たまりじゃすぐ死んじゃうからねブルギルドブみたいな水で生きてるからほん<え>家族で行ってさあのまあ菓子竿なりさ自分で持ってきた竿でさ釣り方自由、ね、ルアーの大きさが何センチ、ね、そこに毛張りつけちゃいけませんの関係ないキャッチャーリリースだお持ち帰りじゃない。 でこうやってギュッて握って離してもあのえなあの何鱗頑丈だから <laughs> 手にぎほどじゃないけど頑丈だから、ね、あれあのいいと思いますよ家族で一日遊べるから、ね、おにぎりとか持ってってさ一日遊べるから、ね、ほんで遊戯料もさそうだね子供五十50円 大人100円ぐらいかね。もうじゃ儲かんない高いこと言うと入んないよ、誰も。道楽だから。いいと思うよ、俺は。ブルーギルだけはね、あのー、御社してやってもいいと思うよ。いやどこの川にも話してくださいって言ってないよ。駅前の水たまりにね。 駅前の水たまりってさ丘へ流れていくとこないから駅前のね、ぶっ潰してそこへ水たまり作ってそこへ放すんだからで、キャッチリリースだからあもちろんね、そこで卵を産んでどんどん増えていくじゃんで、何水鳥が来て、それが卵が死についてどう残ってそれはあるかは知んないけどそれよりも 多摩川なりどこなりさ放流する人がいないと増えてかないと思うよ聞くなんてブラックバスいないよ昔はいたようだけどね今もいるらしいけど見たことないあいつらさあの暇な時は水面に浮いてポカハッとしてんからわかるからね 毎日じゃない暇ない暇ね彼らにとって暇って言ったら安全で誰もいないような時さ朝方とかね夜とかでの俺ねブラックバースはね一度も釣ってみたいと思ったことないあれ大きくて引き,が引きが強くて楽しいんでしょだけど見てんとさあのー、5号とか6号のラインでさかかりました牛すっぽんじゃん まあ、ええー、わ、って、すっぽんすっぽん抜けんじゃん。だって、尻尾がさ、こんぐらいの土瓶のさ、こっちにちょっぴりしかついてないから、それを器用に振ったってさ、柔軟な体じゃないからさ。あんま曲がんないじゃん、あれ。馬力出ない長距離層に向いてない。瞬発力はあるかもしんないけど。 ももううう時間になるのか45分かか分ねね終わりにしようか、ね、どの道誰も聞かねえからさあれでもうっぺん言いますけどそのね前の天皇陛下が皇太子の時アメリカでねブルーギルをごちそうになって世の中にこんなおいしい魚がうじゃうじゃいるんだと国民に食わしてやりたいなと持ってきてくださったわけだから、ね、食わないと。 であれブルーギルって1年に何回か産卵するんでしょで1回が10万流だからさだそうですよ本で読んだからね嘘かどうか分かりませんがあれ養殖して売ったらどうです3 0ンチのブルーギル美味しいよ食ったことないけど天皇陛下が嘘言うわけないからね。 天皇陛下が嘘言うわけないからねもう一回言おうか天皇陛下が嘘言うわけないからね美味しい魚がさどんどん増えんだから睡眠でもやっとけんいいしょだブルーギルだけはね御社してもらいたいねブラックバスの駆除にも役立つからね で、あ本で本読みましたその本が嘘かもしれませんけどねブラックバスはね放流しないとね生き残っていかれないよ日本の内数面じゃあの美学なんかいっぱいじ困っちゃうって40年ぐらい前言ってたけどさそれ、放流する人がいる人いからでしょあれ 一回野放ししただけでずっとどんどん増えてるのもあるでしょうけれど一応お持ち帰り禁止だからブラックバス釣りやってる人いっぱいいますよね。ねっつったらみんな殺処分だからさお持ち帰りできないから再放流もできないからねブラックバス釣りに関してはキャッチアンドリリースできないからそういう法律になってん じゃあ俺にしようかね。だから駅前のね、電車く、電車くキラキラしてるところね、でっかいじゃん、そこ。手ろな大きさじゃん。縦横、あの、だいたい敷地がさ、500メートル四方ぐらいでしょあちょうどいいと思うよ。あれね、で、そう、なんていうの、えっと、池をさ、あの、区切ってね、あの、 散乱するようなところだけはさ、釣りに入れないようにして、ある程度深さも作っといてさ、それで釣りする方はな、水深、まあ子供の4 50センチでいいんじゃないのまあ洗面器一つでさ、こうやってやればさ、ねでも通常さ、子供がドブンって起こってもさ、膝ぐらいの深さならさ、池のブルーギルだから。 毎日さ、睡眠もらってんだからえ同じもんぽいってやるばスポ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 連れて楽しいと思うよ家族ででその連れるのがさこういうね土壌みたいなとかねこういうあブラックバスみたいな形じゃなくてこういうこういうねタイの形をしててとできたらばね日本にはないんだけどあのクラッピーあれもね もうセンチぐらいあれもーねその藍の地面がどうとかなんとかってそういう難しい問題もあるでしょ俺が言ってるのは駅前のね水たまりでやったらどうですって。まあその排水をさ池,池だからまあ循環するのに水を捨てたり入れた分流してだ出すときに。 どブに流れてってそのどブの中で繁殖したのがっていうこともあるだろうけどさブルーギルだけはねあの御社してやってもらいたいな,なと思いますね。それとパンフィッシュ全般あんた40センチのねクロダイっつったらねとってもねワクワクするよ。子供みたいに喜ぶよ。 なんだよ、またこれ買えよ、なんていう人も多いと思いますけどね。なんだよ、臭くて食えねえやそういう方も多いと思いますが、初めて40センチの狂われつった時はね、嬉しいよ。わーい、嬉しいなってなるよ。口細釣れても嬉しいからと。こういうのがね、こういうのが釣れてもあんまし嬉しくない。うなぎ美味しいんでしょブラックバス。 あの、も私ね個人の感想ですよ。あの今ほら俺9.11でテレビと新聞してやったからわかんないけどさインターネットの CM 見てまず思ったのはさあなたどこの国の方っていう感じ。ね、さっき三船敏郎さんの、ね、顔がアップになって男は黙って札幌ビール。矢、ね、野のんぼうさん9歳、ね、はグビーまずいもう一本。 もう一杯。そっぽ向いてるから、全員。で、顔がアップになった時は目を細めて、えへらーって笑うから。あなたどこの国の方単純な疑問文だからね。あなたどこの国の方って聞いてる。さよなら。じゃあ、日付とがね、うんと、6時2分。6時3分ぐらいかな。2021年。うん

なんか、あの最近あのー、あのー、なんとか組合のさご都合だか知んねんけど夏休みって8月25日で終わりなんだってねなんか損した感じしないなんかの子供の時はね7月20日から8月31日だったと思ったよ。 じゃあアップしようかね今日はあの粛清されるような部分ないからね今日行ってないから大丈夫。さよなら気付けたっけ